本日の話題はこちら。はい、千秋花火ミルハス共催イベント、テーマは好きこそものの上手なれです。9月16日の月曜日ですね、祝日、はい、秋田芸術劇場ミルハス中ホールで開催されるイベントノーボックスからですね、今日などゲストを迎えして紹介していきます。本日のゲスト、ノーボックスから支配人の出口真紀子さん、そしてアメッコシスターズの比部涼子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。では最初にちょっと自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい、ノーボックスの裏方全般をやってる支配人の出口真紀子です。よろしくお願いします。お願いします。パフォーマーの比部涼子と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。地毛ですか？はい、そうでございます。シックハック四苦八苦しながら今日こちら悪戦苦闘してまいりました。よろしくお願いいたします。後ほどたっぷりと触れさせていただきますので、はい、まず今回最初にですね、こちらノーボックスのですね、イベントについてお知らせさせていただきます。先ほどですねお伝えしました日時が9月16日の月曜祝日、場所がですねこちら秋田芸術劇場ミルハスの中ホール、時間が午前11時から開演となっておりまして、なんと料金が入場無料。今ご覧いただいているですね、こちらチラシ、ノーボックスって書かれたチラシには本当多彩なこうパフォーマーの方々が映ってらっしゃいますけども、そちらの方もですね後ほど紹介させていただきますが、まずはですねちょっと出口さんにお聞きしたいんですけども、はい、こちらまずイベント名ノーボックス、はい、これはなんか団体名なのか、はい、イベント名なのか、はい、どちらなのかなというところもあって、このまずノーボックスというまず名前のまあついて教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、もともと2017年に単発のイベントとしてスタートしたノーボックスで、はい、8年くらい前ですか？そうです、うん、で、明確な団体名というかはなかったんですけれども、もともと好きこそものの上手なれというアマチュアのパフォーマーに焦点を当てて、うん、みんなでお互いこう協力しながらイベントをできるようにっていうことでノーボックスという名前にして開催しました、はい、それがそのまま団体名、イベント名と団体名が一緒になって継続している感じです。2017年に始めて、はい、じゃあまあそれからもうじゃあ今回で2回目ということですか？2017年に3回18年とか3回ぐらいやったんですけど、そこからコロナが始まって、はい、なかなか開催できなくて、で今回はたまたまミルハスのご縁があったのでまた開催するということになりました。じゃあ今回こちらですね、はい、開催される9月16日に開催されるイベントのですね、出演されるこのパフォーマーについてですね、はい、どんな方々が出演されるのかについてもちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、今回は音楽系が、はい、歌謡曲、ロック、さまざまなジャンル、和太鼓とかですね、うん、いろんなものが、音楽系が7チーム、あとダンスだったり、はい、そういういろんなダンス、ベリーダンス、オリエンタルダンス、フラダンス、すごい、いろいろ一輪車の団体、はい、が5チーム全部で12チームで構成されています。これ全員秋田県内で活動されている団体なんですか？そうです、はい、すごいベリーダンスからすごいバリ舞踊、はい、フラダンス、はい、この新規さんっていうのはお写真見るだけでどういうパフォーマンスされる方なのかちょっとこうわからないんですけど、これ剣を持ってるんですか？はい、はい、そうみたいです。私もちょっと生ではまだ見てないので楽しみなんですけど、ね、オリエンタルダンスっていうことでした。はい、もう本当に中国系のなんか太極拳みたいな感じのでもオリエンタルなので中国ではないんじゃないでも多分女性らしい感じのダンスだと思います。もう本当ノーボックスというこのイベント名にふさわしい本当多彩、はい、まあ、ジャンルレスなイベントです。アーティストといいますか、はい、パフォーマーの方々が、ね、はい、出演されるようですけれども、はい、これ皆さん全部出口さんがそれぞれに声掛けして、はいはい、いや、出演者の方がまた自分たちのお友達の団体にお声掛けしていただいてとかってこうやっぱりアマチュアのパフォーマーの中でのこう交流だったりそういうところからのご紹介だったりもありますし、うんうん、直接、お声掛けさせていただいた団体さんもあります。あ、なるほど、はい、もうそのもう
団体のそれぞれパフォーマーの方々の横のつながり、うん、横連携もありながら、はい、あとは出口さんから直接お話を、はい、もう声掛けをして、はい、イベント出ませんかということ で、はい、で今回に至ったと、はいはいはい、大変お待たせいたしました。ではですね、アメッコシスターズの、はい、涼子さんちょっとお話を、はい、お聞きしたいんですけれども、はい、アメッコシスターズもこちらノーボックスの今回イベントに、はい、出演されると、はい、いうことですけれども、はい、まずはですね、アメッコシスターズという名前の由来の前に今日のこのご衣装についてちょっとお伺いしたいんですけども、なんかこうテーマとかこういったテーマでも今日は来てるんですって、はい、もしあればぜひとも教えてもらってもよろしいでしょうか。そうですね、まあ、皆様よくご存知の黒柳徹子さん、はい、やっぱり、うん、あの90歳で本当に頑張って素敵なドレスを着て、はい、もう素晴らしいといつも感動しておりまして、そして私あの普段髪長いんですけれども、はい、この長い髪を彼女のようにちょっと玉ねぎ頭にしたいと思いました。 そうですね、そして実は私ドレス屋さんリカというお店を開いてまして、はい、あのドレスを皆さんにご紹介するお仕事をちょこっとささやかながらさせていただいてるんですが、そんなお仕事もされてるんですか。そうで、その玉ねぎ頭といえばドレスでしょうと、はい、それで私もドレス愛がとても強いものですから、今日はあの頭とドレスでここにお邪魔しきました。ありがとうございます。いいですね。毎週あの僕だいたい10時過ぎぐらいにこのアルベのきらめき広場に来るんですけども、まず最初に来た時にきらめき広場にいた中で、あ、もう黒柳徹子がいると思ってでもうスタッフさんにちょっと見て見て、黒柳徹子さんみたいな人いるよってお話しかけしたら、あ、あれ今日のゲストさんの方ですよ。ありがとうございます。発見して、それぐらいもう本当今日徹子さんでいらっしゃったんですけども、綺麗です ね、 ね、ありがとうございます。実はこの頭、もう悪戦苦として宿泊して今日は朝一起きてあでもないこうでもないって言いながら、まあ、まとめ上げてきました。素晴らしい仕上がりです。いかがなのでしょうか。自分です。はい、十分でやってきました。すごい仕上がりです。とってもいいです。いいですよね。もう嫁花嫁さんみたいです。徹子さんといえばこのキラキラお花、はい、このドレスがぴったりでしょうと自分の、ドレスたくさんある中でもう一押しで引っ張り出して、本当はお客様にご紹介するドレスなんですけど、はい、今日は自分で着て遊んでみました。まあでもやっぱご自身がやっぱマネキンのような形で、あの実際ご自身のお店で販売されているドレスもこういうふうな感じで着用できますよという、そうですね、宣伝も兼ねれますもんね、うん、あ、そうですね、ね、じゃちょっと話ちょっと戻しまして、はい、あのアメッコシスターズ、まずはこちらの、まあ、由来といいますか、どういう意味があるのかというところをまず教えてもらってもよろしいですか。はい、そうですね、はい、柴田健さんという、ギタリストの方と、うん、そして私たち、女性3人でアメッコシスターズ、はい、うん、とてもあの幸せを感じる音楽を皆様にお届けしたいと思いまして、はい、それぞれ実は個々に音楽活動してるんですけれど、うん、時には4人で集まり、はいはい、アメコは3人なんですけれども、うん、4人で集まって絆を深めながら最近ちょこちょこと活動させていただいて、そして今回は、はい、出口真紀子さんの力強い支えのもとで、うん、そうです、はい、オファーいただきまして、はい、ありがたくあのミルハスでこの度歌うことになりまして、素晴らしい、楽しみですね、はい、ありがとうございます。感謝しております。ギタリストの柴健さん含めアメッコシスターズ4人で今回はパフォーマンスといいますか、そうですね、イベントに出演されるというところで、はい、じゃあそれぞれがもうじゃあ音楽活動されてるんですか。そうですね、それぞれ別々で、別々でいろんなところにそれぞれのキャラで、自分も楽しみながらあの音楽をやっております。なんか涼子さんすごいおしゃべりもすごいこうなんか流暢出てきますけど、あ、そうですね、おしゃべりの仕事もされたりするんですか。あ、そうですね、実はユーワの椿台ラジオで、はいはい、番組を持たせていただきまして、なんと今年で10年くらい、気がつくと10年経ちました。素晴らしい、その中で洋楽たった15分の番組ですけれども、メインは昔懐かしいオールディーズを 1,2 曲聴いていただきながら、その合間に涼子のあふれる思いを、はいはいはい、洋楽に対するあふれる思いを、あふれる思いを、コップの水のように注げば注ぐほどあふれるじゃないですかあんな感じであふれてる自分の思いを、
ラジオで15分という時間の中にみちっと詰め込んで、はい、もうラジオもお届けしていると、はい、そしてそのラジオのスポンサーというものは普通ひっつきものなんですが、はい、なんと自前のドレス屋さん、はい、立花というお店をスポンサーにしながら、あ、なるほど、もう全部自分でスポンサートークパーソナリティ、まあ、それが私の今生活の一部になっております。いや楽しいですよね、生きがいといいますか、やりがいといいますか、じゃあぜひともですね、今日はそのパフォーマーというこの、まあ、お顔もございますし、まあ、ドレス専門店のオーナーというお顔もあると思いますので、じゃあその2つをぜひ見てまず見せていただきたいと思いますので、ドレスを皆さんにまず見ていただきながら、ぜひともじゃあそのパフォーマンスを、はい、少しちょっとご紹介といいますかね、椎名ちゃんご覧の皆様に、緊張しますけれども、じゃあ全然いいです、よろしくお願いします。まず素敵な、まずこのドレスをまず皆さんねご覧いただければ、出張でね、あのいろんなところにこうじゃあお声掛けいただければ、ドレスも何着かこう、はい、お持ちしますよと、皆様にご紹介しに参りたいと思います、はい、どうぞお声掛けしてくださいませ、よろしくお願いいたします。お願いします。素晴らしい。じゃあこの黒柳徹子さんのような見た目でどんなパフォーマンスされるのか楽しみですけども、はいはい、歌を歌われるのかパフォーマーなのか、今日はトークパフォーマーということで、素晴らしい、ちょっとこれを持たせていただいていいですか。あ、どうぞどうぞ、はい、はい、それではとても緊張するのでちょっとファイルを持たせていただきながら楽譜を持ってるような形で、ね、そうでございます、はいはい、じゃあ始めたいと思います。皆様こんにちは。こんにちは、りょうこと申します。今日は玉ねぎ頭をこしらえて、うん、椎名ちゃんの部屋に遊びに参りました。ようこそ。皆様にお会いできましてとっても嬉しいございます。りょうこは残念ながら優秀ではございません。優良のりょうと書くりょうこでございます。昔はしのぶとかさゆりとか女らしくてかわいい名前に憧れたもんだ。下どもよ、りょうこなのよ、ただのりょうこなのよ、おまけのガラスの心でよ、なあ、今はやっとこの名前を好きになっています。だってよ、親がつけてくれた名前だもの、めんこがらねばな、なあ、だべまきちゃん、ねえ今はすっかりガラスの心もプラスチックの心に変わっております。めったに壊れねえ良子なのだね、間もなく秋田ミルハスで、うん、さっとこ歌わせていただきます。素晴らしい。さっとこだとも涙がいっぱい出てくるくらい最高に嬉しくてよ、なあ、もちろんドキドキすると思うども、りょうこ頑張る、りょうこ頑張るぞうまい、りょうこ頑張るから、どうぞ皆様千秋公園のミルハスに応援に来てくれな、遊びに来てくれな、きっとだよ。なんとノーボックスがこしらえる、はい、うん、特製うじわをもらえるとよ。お、特製うじわ、まあうじわはどこの絵もいっぱいあるともな、この特製うじわをもらったらどうぞ大事に使ってくださいませまあもちろんあの本番のねミルハスでも皆さんこうペンライトのように応援してください。お待ちしておりますね、きっとだよ、はい、ね、おいでくださいませ、はい、今日は玉ねぎ頭のりょうこでございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。やりきりましたね。やりきりました。素晴らしい。やりきるって大事です。ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、あの、はい、今度またちょっとお話を戻しますけれども、はいはいはい、あのこういった方々、いろんなこともジャンルレスな多彩なパフォーマーの方々のこちらイベント、はい、ノーボックスですけども、はいはいはい、まあ
このイベント開催、今回また開催するっていうふうになった経緯っていうのはどういった経緯があるんでしょうか。はい、たまたま、はい、選手花火の理事の方とお会いする機会ありまして、はい、それでミルハスがちょうどあの花火で一体あそこ貸し切りになってるということで、うんうんうん、何かやりたいことがあればやったらどうですかみたいな軽い感じのお話だったんですけど、はい、それ当然、私たちもじゃあやるやるみたいに軽く受けたんですけど、はい、じゃあせっかくだったらいろんなアマチュアのパフォーマンスに声をかけて、うんうん、一緒にイベントにしましょうということで開催することになりました。で出口さんからそのシスターズの涼子さんにお声掛けをして、もう素晴らしいパフォーマーなので、面白いな、はい、なのでいろんなジャンルを入れての開催にしようっていうことで、でも今回の9月16日イベントではこのパフォーマンスではなくてしっかりと歌を歌う、そうです、そうです、シスターズとしてちゃんとしっかりと歌を歌われるというところなので、まあいろんな本当も多彩な方々が出演されるこちらのイベントですけども、なんとでもそんな12組いろんな方々が出ますが入場無料。そうなんです、はい、いいんですか今回は、はい、選手花火の、はい、テーマである、うん、あのにぎわいとの文化の創造っていう、はい、創出と文化の創造ということでそれにのっとって、無料でやることになりました、うん、ただやはり、開催するにはすごくお金かかるので、そうですよね、出演者の方、スタッフの方にちょっと応援したいっていうお気持ちで募金などもしてもらえたらなって思いながらやってます、はい、先ほどあの、はい、涼子さんの方からもちょっと、ね、お話ございましたけども、はい、こちら応援してくださる皆様に募金で開催されますという、はいはいはい、まあ、イベント告知チラシにも、ね、はい、あの書かれてますけれども、はい、でまあ、募金していただいた方々には、はい、あのその出演者の名前入りのオリジナル の、はい、このうちわをもらえるということなので、はい、ぜひともですね皆様、はい、まあ、お心ばかりでももちろんいいですし、はい、まあ、もちろん募金ああのなくともっと純粋にシンプルにパフォーマーの方々のパフォーマンスを楽しみたいという方々もぜひともね、はい、お越しいただければと思います、まあ、はい、いろんな方々がパフォーマーとしていらっしゃいますし、うん、でかつそのいろんなジャンルです、ジャンルレスだからこそいろんなご来場される方々もいらっしゃると思うんですけども、うんうん、はい、まあ、出口さんが、まあ、そのご来場される方々にこのイベントを通してなんかこう感じてほしいことっていうのがもしあればぜひお話ししてもらいたいんですが、はい、出演者の方にはもちろん大きな舞台ですので達成感だったり、うん、充実感だったり、 ね、やっぱりその場所じゃないと味わえない気持ちを体験してほしいのと、うんうん、ご来場なさったお客様には幕が上がる前のこうドキドキ感というか高揚感だったり非日常のこう空間を楽しんでもらえたらなと思ってます。素晴らしい、はい、改めてこちらノーボックスイベントについてお知らせさせていただきます、はい、日時9月16日の月曜祝日ですね、午前の11時からスタートになります。会場が秋田芸術劇場ミルハスの中ホール、料金がなんと入場無料、そしてですねこちらあのまあ、募金っていうのも受け付けておりますので、まあね、募金していただいた方々にオリジナルのうちはこちらプレゼントされるということですので、ぜひとも皆様こちらに足を運びいただければと思います。では最後にですね、はい、それぞれ出口さんと涼子さんの方からちょっとメッセージを皆さんにこちらお伝えいただきたいと思います。はいはいはい、ジャンルレスで大人から子どもまで幅広く楽しめるステージイベントになると思いますので、うん、ぜひ楽しみに足を運んでいただきたいと思います。思います、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、パフォーマーとして、はい、マキちゃんの力強い支えを背中に感じながら、うん、ステージでみんなと楽しくこの時、時間を過ごしてまいりたいと思います、はい、皆様本当に来てくれなありがとうございます。はい、今日は町田応援会一つ目の話題のゲストですね、ノーボックスから支配人の出口麻彦さん、そしてアメッコシスターズから比部涼子さんにお越しいただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。せーねー